皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2023年、10月23日、13時57分、YouTube であらかじめアップロード、して宣言していましたけども、本日の試合、レンジャーズの試合、私の方で取り組むというような形で、本日も勝って、今3勝3敗と、明日も私の方で対応します。で、何度も言いますけども、レンジャーズさんはまだワールドシリーズ1回も優勝できてませんので、法の下に平等というような形で、皆さん対応してください。もうこれはっきり分かってると思いますけども、電波による力の搾取っていうものがもともとあって、ニューヨークという金融街、金に物を言わせていたところ、そういったところがヤンキースばっかりが、優勝していたと、こういうふうな形になってましたので、これは違うんです。法のもとに、法のもとで平等です、世の中。ね、人権とかいろいろあるんですから。ずっと搾取できていたんでしょ。もうオリンピックとかスポーツの勝ち負け、自分が頭なんか動かしてる話とかで、しっかりとこれはもう証言は通るんです、裁判所でも。で、分かっているとは昔から分かってるんです。たくさん優勝してはしていたほど、人柄の力を搾取していたんでしょっていう話になるんですよ。すべてが搾取じゃないですよ。僕みたいに率先して力を貸している例とかもありますから。ただし、そういった行動を行った人には、それなりの、お金、そんなに大きな金額は特に求めてません。世の中の相場っていうものを分かってますから。スタジアムの建設費用とか、固定資産税とか、法人税とか、そういったこと分かってますから。で、これも、営業的に、経営的にもね、優勝も順繰り順繰りで、ちゃんと同一の回数で優勝とか、球団の創立した年数とかもあると思いますよ。それで回し上げなかったら経営的にも絶対無理なんです。本当に。絶対倒産しますから。で、あとファンの心理ね。ある程度各地域とか、アメリカで言うと州とかになってくるわけじゃないですか。じゃあ、ずっとね、優勝できてないところのチームがずっと不利益を被っていたっていうことは、これは明確なんですから、その辺のところは、ちゃんとしっかりと、まだワールドシリーズ優勝した経験のないチームが優勝しなきゃならない。っていうことは、地区優勝もワールドシリーズの優勝の経験がないところがしっかりと優勝しておかなきゃならない。あと、ワイルドカードのところも。だからその辺のところで、基本的に、これは日本のプロ野球界にも昔から言ってたことなんですけども、自分の生まれ育った親とかも住んでいる、その各都道府県の、自分の自宅から近い球団に入団しなさいと。ずっとそれはもう僕は20歳ぐらいの頃から言ってるし、もうそれはプロ野球業界も、ある程度のほとんどの人は受け入れてるんですよ。後から結果出て、ね、分かったでしょ？例えば、読売ジャイアンツに行った坂本選手。兵庫県出身でしょ？阪神タイガースにちゃんと行ってたらどうなってました？阪神タイガース今まで優勝回数少なかったですよね。この間で今年優勝できた、リーグ優勝で6回目の優勝ですよ。1950年からの換算で。日本一なんか1回しか経験させてもらってません。それどころか、僕は学生ぐらいの頃に、6年を、6球団なんでね、セ・リーグ、パ・リーグ、6年で1サイクルと考えてください。その1サイクルの中で、最下位5回と5位1回、これを2サイクル経験させられてるんですよ。で、この話を全てもっと辿っていくと、何かっていうのはもうはっきり分かってるんです。多分、ホンダ、オートバイ、ツーサイクルエンジン。オートバイで、事故や、死亡事故含めてね、大怪我された人たち、いや、お亡くなりになられた人たちって、
世の中でものすごい数いらっしゃるんですよ。最初からそんなもん売らなかったらいいじゃないって。今時大抵の国は電車バス整備されてるんですからね。メーカーさんの金儲けがしたかったからそういうふうな結果になったんでしょっていう部分が一部分であります。全てがそうだとは言いませんよ。時代の流れとかいろいろありましたから。実際車の方が高いですし、燃費に関してもね。だけどももう今の時代違うでしょ。車バイクじゃないでしょ、オートバイじゃないでしょ、電車バス徒歩でしょ。全員買わなかったらいいんだから。警察官の人と新聞配達の人と郵便局の人、なぜかっていうと車で入っていけない路地とかあるから、郵便配達の人とか特にすごい上り坂とかね、そんなところ自転車でいちいち配達なんかできない。まあ、昔は自転車で配達してたんですよ、郵便局の人って。ほとんどのところが本当に、まあ、正直この辺のアリの中町の郵便配達なんか自転車でいいと僕は思いますよ。ほとんど平地だから余裕でしょ。まあ、富士原台と北新星和台はまあ燃費のいい、株って呼ばれているオートバイでの配達、まあそれでいいんじゃないかなって思いますね。で、郵便局って各地に点在してるから、結構ほとんどの平地の、ところ、まあ要するに、神戸とか兵庫県で言ったら、海沿いのところ、まあ大抵の地、都道府県がそういうところに該当すると思います。ほとんど平地でしょ。ちょっとした上り坂とかしかないでしょ。もう自転車で配達でいいんじゃないですか。正直、はがきとか封筒とか、あんなもん軽いでしょ。100束乗せたところで大した重みにならないですよ。1キロにもならないでしょ。太らなくなってちょうどいいぐらいなんじゃないですか。日々健康な肉体でいられて。まあ話がだいぶそれましたけども、まあ、とにかくアメリカの皆さんもレンジャーズ、ワールドシリーズ優勝の方向で進めてください。で、まあ、明日は比較的、まあ、今日の試合もそうだったんですけど、今日は日本時間でいうと朝の、9時、過ぎからの、試合の開始の時間だから、私としても対応できますけども、これ夜中とかね、日本時間で、夜中とか明け方とかそういう時間帯で試合開催されても無理です。本当に健康的にも、もともと頭の中とかいろいろパソコンを打ちながら、まあもうその辺爆発で、まあ、そういうふうなところ器用になったりもしてる部分はあるんですけども、頭の中送ったりしてますから、それによって、もうそれも今年の阪神タイガースの成績見てもらったらよくわかると思います。やっぱりまずピッチャーコントロールいい、頭の中、まあ言葉のワードの組み上げにもよるんですけども、しっかりとストライクゾーンにボール投げ込めたりとか、それも置きに行ってのボールじゃないボールでね、あとはバッターで言うとボール球をなかなか振らない、選球眼がしっかりしてる、相手ピッチャーからしたらかなり、打ち取りにくい、こういうことになってきます。まあ打率もみんなそこそこ、の打率は打ってます、まんべんなく、だから打線がつながる、まあ、そういうような方法で、まあ、あとは阪神タイガースは併殺打が、守備の時にしっかりと打ち取れてます。ゲッツーですね。だからその辺のところでゲッツーが多いか多くないかでやっぱりチーム防御率もだいぶ変わってきますし、だその辺のところ、まあ、神がかり的な力ある程度効かせています。まあ、一応その辺のところ僕はゲッツー狙ってきてるっていうところは相手チームの選手とかも聞こえてるケースが多いです。それによってじゃあピッチャーも投げ方変えたらいいですよね。どういうふうなボールを投げてきてゲッツーをゴロを打たせるかっていうところ、まあカウントの追い込み方とかもそうですけども、もうその辺のところで
まあ、阪神タイガースは、特に今シーズン、僕は付きっきりで、ほとんどの試合対応してますから、テレビの地上波で放送されているところは、しっかり結果ついてきてますけども、明日勝ったとして、レンジャーズが。で、その後のワールドシリーズの決勝戦ですね、その日本時間で時間帯合わせてくれるのかどうかっていうところもやっぱりありますね。で、阪神タイガース、今年、日本一を狙ってますので、日本の球団なんですけども、これで今年日本一になれば、やっと阪神タイガースは1950年からの換算で日本一の経験が2回目なんですよ。法の下に平等。だからその言葉だけで何もかもうまくいくかっていうと、それ相応の対応をしなきゃならないっていうことになってきます。そのワールドシリーズの決勝戦の懸念ですね、今のところ私が抱えているのは。その辺のところの時間調整つけてくれるのかな、どうかなっていうのはありますね。以上です。マスコミの方たち含めて、アメリカの方に、そういった申し出があるということで、ご対応していただけたらなと思います。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。